セフィーロワゴンエアロセレクションエアロセレクションとは、1996年から1998年頃に、販売された A32 型日産セフィーロや、セフィーロワゴン、N15 型パルサーセリエ SRV や、ルキノ SRV をベースに日産グループである、オーテックジャパンが内外装を仮装した仕様の故障である。 後者には類似仕様として同じオーテックジャパン扱いのエアロスポーツも存在した。全車持ち込み登録となっていたものの、ベース車両同様に販売は各日産ディーラーで行われ、もちろんメーカー保証もついた。また同様の仕様として他にエアロエクスプレスも存在し、こちらも同様にメーカー保証がついた。なお、 エアロセレクションという故障はこれらのモデル以外では1996年に特別使用者として発売されたプリメーラエアロセレクションと2002年に登場するステージアエアロセレクションにおいても使用されている。ありがとうございます。